また花園店の時間がやってきましたよ。最近巷で噂されてるみたいですよ。花園店の YouTuber やばいとお笑い担当言ってますけど、はい、ちょっと何でしょうか。ビッグダディやないかい。どっちの意味。あのこの格好がビッグダディっぽいのか、ほんまにビッグなダディなのか、そこまで俺言ってない知らんぞ。仕込んだくせに、すごい松井さん仕込んだくせに。ビッグダディですか。いいいい、あの子供20人ぐらいいる。20人もいないですか。言ってますけどね。まあ今夜のビッグダディを今日は何しますか。今日の企画は、あ、どうぞ。すごいタイミングや。ビッグダディやないかい。またこのくだり。今日の企画はね、止まってますけど、次視聴者さんも楽しみでやってんで、毎回。前回はね、まあ建築関係の方でさかちゃん登場してくれましたけど、巻き方一つでこんなにも変わるやな。ビッグダディで俺は思ったんやけど、合ってる？いや違います。お好み焼きの店主。今日のテーマはお好み焼きの店長。はい。ちなみに好きなお好み焼きは豚玉チーズです。デブ。すごいね。ただの悪い。いやいや、なんか豚に生にチーズ。デブ。逆に好きなの。まあ顔の色的に決まってますよね。言うことは全然悪いね。僕は分かってますよ。お好み焼きやろ。普通に明太子とか。おもんないっすわ。全然おもんないっすわ。おもろい。おもろい。や、僕やったらまあ見た目的にデブやんって言われるこうような感じでこう言うじゃないですか。なんか自分のキャラ的に豚玉チーズって言わされたみたいなこう空気感出すけど。いやでも結構リアルに僕言うのは豚玉チーズやろ。いや僕やったらなんか豚って言われたいんで言うじゃないですかみたいな感じで言うやん。でも言わされたみたいな。いやそれはないっすよ。これ誤解っす。二郎系ラーメンチーズ乗っけてくださいっていつも言うくせにスライスチーズペーンって乗せられてる。そんなペーンはやってない。ビッグダディか。それ言いたいだけでしょ。はい、じゃあ今日の企画言いましょうか。前もう前触れはもう今日の企画は、はい、じゃあ今日の企画行きましょう。実は僕の髪の毛ちょっと長いんですよ。この店舗の中では一番。そんな中で長い人必見、洗い流さないトリートメント。ドラえもんか。コタスタイリングベースでございます。今日紹介させていただくのは、バックがすごいかわいそうになって思う。まあなんかこう飛んでる。誰がコンプラや。もうないけど、ちょっとこう洗い流さないトリートメントを使うとやっぱり指取りとかもすごい良くなるんで、僕自身ブリーチした上にこう黒染めしてて、でその上にまたパーマとかもしたりして、結構まあ履歴的にはいっぱいあるんですけど、その履歴の上でやっぱりこうちょっと僕も引っかかるんですよ。グッてこんな感じで、デブやないかい。あー、殺される。助けて、食われる。お花がお金。こういう店です。やめて、そんなちゃうから。闇が溢れ出してる。ちょっとこれなんですけど、スタイリングベース剤、またの名を洗い流さないトリートメントって言うんですけど、まあお風呂の中で使うシャンプートリートメントとはまた別なんです。まあみんなシャンプートリートメントはしっかり使ってくれてると思うんですけど、お風呂上がりのドライヤーの前につける流さなくていいトリートメントっていうのはね、結構つけてない子多くて。多いっすね。多いっそう。つけてない代表。つけてないやろ。で、まあ、ここで一句。流さないトリートメント、つけてない人多すぎて、髪きしむ。字余り。べーん。何の字これ広がりすぎてわけわからない。ここで一句。ほんまにまとまりをつけましょうよ。まとまりをつけるためのこれなんで、まとめましょう。髪の毛も話も。おお、なんやこれ、なんやこれ。早くやりましょう。お風呂の中でするシャンプートリートメントは、シャンプーはまあ優しく洗浄しながら栄養分入れていって、トリートメントはお風呂の中は完全に栄養分なんで、しっかり栄養分入れて流してあげて、でお風呂上がりなぜつけるのかと言いますと、ドライヤーの熱から髪を守る。お風呂上がりもすごい大事で、髪の毛のダメージポイントとして言われてるのが、お風呂の中でのシャンプーのタイミングとドライヤーの熱で、また紫外線、まあ、そういうのが結構大まかなダメージポイントっていうのは言われてるんですけど、やっぱ何気なしにしているお風呂上がりのドライヤーっていうのでも髪の毛って実は傷んでしまってるんですよ。ドライヤーめっちゃ熱いじゃないですか。顔にやったらもうどうなる？もうパキパキ、ほんまに。パーキーパーキー？いや違う。何？パキパキ。ああなるほどな。そんな感じになるみたいなんで、結構やばいんですよ。坂井ちゃんのもちもちの肌がパーキーパーキーになるらしい。言い方違います。それ結構こだわってほしいです。あ、パーキーパーキー。さっきと違うと思うけど。まあそんな感じになるみたいなんで、これをちょっとでいいんですけど、取ってあげて濡れてる髪の毛につけてからドライヤーすると髪の毛に一つこう膜を張ってくれるんで、それがしっかりトリートメントも成分もあるんで浸透しつつ、しっかりサラサラな状態でドライができるっていう。そっからスタイリングとかするとメンズで言うとセットめちゃめちゃしやすいです。何もしない状態が一番髪の毛痛むんで、まあ日中の紫外線であったり風とか砂とかそういう外的ダメージから全部夜まで守ってくれるんで、もう髪の毛の服って言ってもいいぐらいです。みんな服着ないで外出ますか？出ないでしょ、うん、坂ちゃんは出ます。坂ちゃんは出るみたいなんですけど。誰が裸の大将。洗い流さないトリートメントはほんまに髪の毛の服やと思ってみんなつけてほしいっていうのはうちではしっかり言わさせてもらってます。で実際これを、まあ、坂ちゃんにちょっとこう実験で使っていってどんな風になるのかっていうのを見ていきたいと思います。
髪の毛の履歴で言うと、ツイスト当てて、メッシュ入れて、ブリーチに返して、まあまあゴリゴリ当てて、で上から黒染めしてるみたいな。今とりあえずシャンプーだけして、今の状態なんですけど、根元からこう指抜いてみて。あ、引っかかる。ちょっと引っかかるな。ここがやっぱこう、この毛先がちょっと。髪の毛ってやっぱ一番毛先が傷んでるんで、でもやっぱセットとかここ引っかかってたらもう鬱陶しいですし、セットまとまんないね、毛先が引っかかってたり、パサつくと、捨てるとどうなるのか。まずはワンプッシュから。食べたらあかんで。あ、まずはこれを揉み込みます。毛先中心にね、やっぱつけてあげるのがポイントですよ。通しました。じゃあさっきと同じ感じで通しちゃいます。いきますか。おー、どうすかダディ。引っかかりがないよ。ないですよ、引っかかりが。おお、さっきここガッて引っかかってたんですけど。おお、冗談じゃないですからね、ほんまにほんまにもう通るんすよ。おお、まあこんな感じでめちゃめちゃ手触り良くなるんですよ。こういうベース、髪の毛のベースっていうのがめちゃめちゃ大事にはなってくるんで、案外そこやってあげると、え、なんかいつもよりセットうまくいくやんとか、ええ感じになるやんっていうのが起きるんで、スタイリングベースで洗い流さないトリートメントっていうのをぜひつけてみてほしいかなっていうのがあります。やっちゃいましょうか。一緒にヘアケアマスターになっていきましょうよ。目指せヘアケアマスター。 B さんゲットだぜ。シャ